グリッドマンユニバース面白かったんやけどな。ああ、言ってたな。ちょっと、グリッドマンは、ワンっていうか、テレビ版の SSS は見てて、そうそう、次の、なんだっけ、ダイナゼノとかは全然見てない。いやあれはちょっとダイナゼノを見た上でグリッドマンユニバースを見てほしいですね。ああ。やっぱ両作のええとこ取りやからね。面白かったからな、グリッドマン自体もね。もう全然見るのはありかなとは思ってるけど、ちょっとまとまった時間を取らなっていう。もともと俺、グリッドマンもダイナゼノも興味なくて、なんか、時間潰しに見るかと思ったら意外と面白くてさ。おー。仕事関連で見なきゃいけなかったんで見たけど、面白かったなというのは。今な、その仕事関連で見ながら溜まってんだよな。今、このスバを見なきゃいけなくてね。ああ、この素晴らしい。そうそう、世界に祝福を。あれ、俺好きだね、あれ。そうそう、テレビ面白いね。俺漫画見た時全然おもんないやんって思ってんけど、テレビのテンポめちゃくちゃ良くて、あ、全然漫画よりおもろいとか思って。で、一期はこの間、やっと見終わって、で、一期でいいやと思ってたら、いや、その仕事で使われた二期のキャラクターも出てくるから、もう二期も見ながらかいとか思って。いや、ちょっと、とりあえずそっち見ながらんやな。東京リベンジャーズもやっと見終わったとこやないな。東京リベンジャーズは全然見てないな。漫画前回読んだけど、まあ、そんなないかって感じだったけど。なんか、なんか序盤は見てたんやけどな。なんか、なんか途中から急に嫌になって、なんでヤンキーのくせに頑張ってんねんとかめっちゃ思ってさ、知らんやんって。なんか、しんどきよって思って、なんか、急に。2回目か3回目ぐらいでこう、みんな死んでるみたいな話があるじゃん。あそこからなんかすげえつまんないなって思い出したもん。知らんやんって、勝手に死んだらええやんって、ロードマイズやねんからって、急に思って読まなくなってしまった。あと、どうしても矛盾がいっぱいあるじゃん。なんていうか、お前が戻ってない時の竹道はどうなっとんじゃいっていうのが、なんかチラッとなんか、やっぱりろくでもないやつだった的な描写がちょっとあったんだよね、どっかの未来の時にね。なんかそれ見た時に、やっぱそうなんやとしたら、周りのやつ超大変よねっていうか、明らかにおかしくなってるやん、こいつ、みたいなさ、そりゃ、周りのやつ混乱するわ、とか思って。なんか、これストーリー的に、設定的に矛盾してないかいいと思ってから、ちょっとなんか、どうでもいいなと思って。いやー、あんなヒットするとは思ってなかったやって、最初。ね。ほんで、オチはね、超大団員っていうか、超いい終わり方でしょ、あれね。確か。そうなん。最後どうなるんですか。最後、結婚式で終わってたような気がするよ。ひなただけし、本来死ぬはずだったやつ。あれ、どこでやってるの？マガジン？何やったっけな。ヤング何やったっけな。あれ、もう少年マガジンか。あ、少年マガジン、ああ、そうなんや。まあ、ヤンキー漫画そもそもが俺あんまり好きなジャンルじゃないんでね。あいつら、なんも、なんだろうな、生産性がしてない。そうやで。で、漫画読んでてもなんか知識全然増えないじゃん、ヤンキー漫画ってさ。だからあの人のクローズって超有名なあの漫画、ヤンキー漫画、俺の知り合い大好きやけど、なんか見てて、これ、なんかかっこいい男の生き様っていうだけで、何の知識も増えんなとかね。まだ、先駆け男塾の方が、なんか、変な知識っていうか、嘘知識でもいいから増えるから、俺は好きやねんけど。クローズも嫌いじゃないけどな、なんかその、ある時ふとさ、なんか、ええこと言うとけど、お前らほんま人間の害やぞっていう風に、急に思うからさ、なんか、お前らの勝手な都合でしかないやんっていう。うん。知らんしってなるよな、クローズ、特になんか、強さの概念がいまいちよくわからなかったな。なんか強い強いって設定、でさ、周りが言ってるけど、実際のなんか表現としてこいつが本当に強かったみたいなのをあんまり描かれてない気がしてるたのよね、なんか。だってクローズも最初は若干コメディ入っとうからさ、湘南爆走族みたいなもんで、
急に途中から人気出始めてシリアスなヤンキー漫画になっていくからさ。そういうことなんか。ヤンキーコメディが普通にヤンキー漫画になっていくっていう。